野球十兵衛、見極めるとしようかな。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。幕府の指揮のもと、邪悪なる何者かの意志が機運の広がりを助長していることが突き止められる。公儀隠密野牛十兵衛は、こたびの騒動の原因究明、元凶となる存在の排除の任を命じられ、騒乱の渦中へと身を投じるのであった。外流島牛の国。飛んで火にいる間抜け野郎、この世のお宝は俺様のもんだ。野牛十兵衛 VS アースクエイク、いざ尋常に一本目勝負。発想発破、進撃する。ほう、行くぞ。ほう、ステア、ほう、ステア、ほう。勝者、野牛十兵衛。二本目、勝負。ほう、発想反発。ほう、行くぞ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 。うん、発想反発。行くぞ。ほわっぱ、行くぞ。ほわっぱ、勝負あり。勝者、野牛十兵衛。出直せ。未熟未熟、お主など半蔵の足元にも及ばんがい、少しはその贅肉を落として出直せ。芝居小屋。ここで出会ったのも何かの縁。わしの舞、とくとその身に刻み込め。野牛十兵衛 VS 千両京四郎、いざ尋常に一本目勝負。発想半端。それ行くぞ。コアッパ、会いたいとこだ。ほう、進撃。会いたいとこだ。ほう、カッ、な、行くぞ。コアッパ、ほう、はあ、進撃。行くぞ。コアッパ、行くぞ。コアッパ、うわあ。勝者、野牛十兵衛。二本目勝負。
超半端青つまみ。ほう、行くぞ、ゴッパ。勝負あり。勝者、野牛十兵。よし、野牛の立ち筋、主では見切れぬわ。無心であれ、迷いあれば野牛が立ち受け切れまい。カムイコタン下月。貴様の価値は万に一つもない。だがそれでも向かってくるのが真の男というものよな。野牛十兵衛 VS ワンフー、いざ尋常に一本目勝負。ねえ発想行くぞワンフー。ほっ、ねえ行くぞワンフー。完勝、勝者野牛十兵衛。二本目勝負。その才覚、腐らせるには惜しい。まず、薪割り100本、素振り1000本じゃ。あの悲しみ、あの苦しみ、憎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 しみ。味方ヶ原。私を呼んだのはお前。野牛十兵衛 VS 四季、いざ尋常に一本目勝負。行くぞコアッパ。そっか、行くぞ。ほう、はあ、いいです。そう、行くぞコアッパ。つかまえて。勝者野牛十兵衛。
2本目勝負。発送発破。追撃と追撃と行くぞ。ファッパー。捕まえた。もう。シス。勝負あり。勝者柳生十兵衛。出直せ。拉致もないことよ。その程度の技量で柳生に挑むとは言語道断。顔を洗って出直せ。洛中三門前。俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと逃がさない。柳生十兵衛 VS 鞍馬夜叉丸。いざ尋常に。一本目勝負。追撃と追撃と。完勝。勝者柳生十兵衛。二本目勝負。行くぞクワッパー。行くぞクワッパー。しっかりよ。勝負あり。どうさ。勝者柳生十兵衛。出直せ。いかなる理由があれ、お主は逆賊。お主にも家族がいるじゃろう。おとなしく縄につき、罪を償って更生せい。隅田川。この先に行くのは俺の方だぜ。どうして持ってんなら俺を燃やしてみやがれ。柳生十兵衛 VS 風間一樹。いざ尋常に。一本目勝負。死では見切れぬわ。
その才覚、腐らせるには惜しい。まず、薪割り100本、素振り1000本じゃ。最初は、わずかな影響でしかなかった。これが、明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。三方ヶ原。売られた喧嘩は買う主義でね。覚悟してくれよ。柳生十兵衛 VS ダーリーダガー、いざ尋常に一本目勝負。行くぞコアッパでは見切れぬわ。無心であれ、迷いあれば野牛が立ち受け切るまい。熊野古道。お主も感じておるだろう。この身の毛もよだつ邪気を。半蔵よ、お主ほどの男を倒せずして、この先の毛量をどうして打てようか。異彩承知。なればこの服部半蔵、全身全霊を込めてお相手いたす。忍びの妙技、とくとご覧いただこう。柳生十兵衛 VS 服部半蔵、いざ尋常に一本目勝負。ふっ、いや、そうは。うわ、うわ。勝者柳生十兵衛。二本目勝負。
野牛の立ち筋、主では見切れぬわ。相変わらずの技の冴えじゃ。手合わせ感謝する半蔵よ。さて、この才華の元凶に引導を渡しに行くかの。なればいい。静か千年桜。憎しい、憎しい、思い出せぬ。ここは暗くて。やつがこの総督の元凶か。邪気に取り込まれておるとは哀れな。せめてもの情けじゃ。我が深海流奥義で葬ってくれようぞ。野牛十兵衛 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。
赤く双方山野獣の太刀その身に刻め。勝者静か御前。誰だ。最終戦勝負。雨私は何をしているの。どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずの大玉き繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の浄化昇天により邪気は薄れ、日の本を覆い尽くさんとしていた彩花は今や完全に鎮静した様子であった。青く澄んだ空を見上げていた十兵衛は事の顛末の報告のため半蔵と別れ、一人江戸への帰路に着いた。老中松平定信は十兵衛の報告を聞き安堵の表情を見せた。しかし十兵衛は語気を強める。こたびの会議が残した混乱は未だ各地に根強く残っており、幕府にとっての戦いは始まったばかりであるのだと。危機に災禍暴動、さまざまな艱難に見舞われながらも、それでも確実にこの国は前へと進んでいる。東の空から差す日に照らされながら、十兵衛は改めて思う。全ては天下太平の世を守るため、彼の戦いは未だ続いていくのである。
討議の任これにて終了。